さて。呪霊のくせにしっかりコミュニケーションが取れる。今の宿儺より強い特級はさ、ついたか。いや、楽しくなって。他の術師の加勢を避けたのか。枯れ木衆、これ当たるとどうなんの。音と爆発のに。まだまだ。一応か、今の人間はやはりまがいもの。締めるとしよう。このくだりさっきやったよね。簡単に言うと当たってない。バカな、さっきとは。教えてあげる。手出して。俺だけ探るか。点で止まる。これが無限。止まってもいいんだけど。断る。照れる。早い。ただ呪力で。無限はね、発散。この虚空に触れたらどうなると思う？ごめんごめん。どこ？ねえ、ここです。富士山、頭富士山。離れません。サメ。出発だ。ユージ。五条先生。出かけるよ、ユージ。の頂点、領域展開。先生。やはり生きていたか。五条悟を戦闘不能にする。このため虎杖は殺せん。まさか我々の目的に気づいて。にいろいろ教えてる最中でね。まあ君は気にせず戦って。だって君弱いもん。化け物よりもはるかに化け物。領域展開。なんだよこれ。なんだよこれ。これが領域展開。少年院で体験したのは術式の付与されていない未完成の領域だ。受けるのはめちゃくちゃ呪力を消費するけど、それだけに利点もある。一つ。波絶対当たる。絶対絶対。これはあまりおすすめしないけど、領域外に逃げる。うん、当たるよ。あ、無限極音鏡は殺せぬなら、それはそれで構わんと思っていた。領域に対する最も有効な手段。相性とか呪力量にもよるけど。領域展開無料。お肝心。違う、何もかできん。ここは無加減の内側。皮肉だよね。全てを与えられると勘弁してあげる。さて、慣れるわけにはいかないから、ここで帰らせてもらうよ。僕を殺すと何かいいことがあるのかな。コアッパいいのかな。そんなこと言って会話できるんだね。普通すぎてスルーしてたわ。
呪術だよ先生、俺は大丈夫。そいつを追って。ごめん、嘘、ヘルプ。このレベルの呪霊が徒党組んでるのか。楽しくなってきたね。目標は具体的な方がいいでしょ。いやー、連れてきてよかった。ちょっと予定を早めて、これから一月映画見て僕と戦っ、重めの任務をいくつかこなしてもらう。基礎とその応用。何？